ルリ祭は、磯松カルリ祭属の植物。大きな空色の花びらをつける、観賞用植物である。別名は、青祭。南アフリカ原産の植物であり、南アフリカでは自生している。幹は直立し、枝分かれし、先端はややつる状になる。多年生草本とする文献と、低木とする文献がある。高さは1.5メートルほどであるが、 放任すると4から5メートルまで成長する。葉は五星し、長楕円形、またはヘラ形で、長さは5から6センチメートルである。二分頭であるが、先端はやや尖る。短い葉平を持つ。花は固まって咲き、長さ5センチメートル、直径2.5センチメートルで、5つの空色の花びらを持つ。白色の品種、アルバ、薄紫色の品種、ブルームーンもある。 花筒は長く、3から4センチメートルになり、基部に粘性を帯びた短毛が密集する。水上花序で春から秋にかけて、よく開花し、長期にわたって咲き続ける。額は、筒状で五列し、列片は東卵型を取る。額には、重毛がある。果ては長大円型で、五室ある。染色体数は 2n イコール14。俗名のプランブ語は、ラテン語で、鉛を、 種商名オリキューラタは耳型のを意味する。シノニムはプランブオカペンススで、種商名カペンススは希望盆算のという意味である。和名の瑠璃祭のルリは花の色、祭りは祭り家に似た花の姿に由来する。花壇に植えられた瑠璃瑠璃祭り族の中では最も市場に出回る種である。ブルームーンの名で流通することもある。 南アフリカ原産であり、熱帯では露地栽培、温帯では温室栽培される。ヨーロッパへの移入は1818 18年のことである。鉢植えもできるが温室栽培が一般的である。北半球の温帯では温室で越冬させ、5月頃に花壇に移植し、夏から晩秋にかけて花を楽しむことができる。日光を好み、水はけの良い土壌を好むため、 日当たり不良で多湿な環境の場合、茎や葉が伸びて容易に花が咲かなくなることがあるので植木鉢のまま花壇に埋めてしまう方法もある。ほぼ一年を通して花が咲き、特に春から秋にかけて咲きやすい。開花後に剪定する。陶器は7摂氏8度以上に保つ必要がある。常緑性であるが日本では冬の寒さで葉が枯れてしまうことも少なくない。し木で増やすのが 一般的であるが、根茎で増やすこともできる。挿し木の場合、2から8月に若い新臓の先端を5から6センチメートルに切って、砂に刺す。古株の場合は4から5月頃に植木鉢から抜いて株分けする。生育速度は速い。未生の場合、2から3月に砂とピートを混ぜた床に巻き、15、摂氏21度を保つ必要がある。ただし、 日本ではほとんど種子が採取できない。ありがとうございます。